Welcome to my channel.How's it going? というわけで、えー、今回はビログをやっていきたいと思います。今回のビログ、えー、テーマはですね、午前4時の空ということでお話をしていきたいなと思います。皆さん、午前4時起きてますか寝てますよね、大体ね、えー。僕も最近1週間は寝てます。午前4時の空ということですけれども、皆さん、えー、そんなの普通のね、 えー、11時の空とか、あるいは、ほんと深夜0時の空とかと変わらないだろうと思われるかもしれませんけれども、実はですね、これは全然違うんですよ。本当に。午前4時にこう空を眺めるとですね、オリオン座がこう見えるんですよ。オリオンベルトがはっきり見えて、あ、東京でもこんな空が見えるんだなと、本当に思います。東京の夜って、本当に曇りだと雲が見えるじゃないですか。 まあ、曇りじゃなくても雲は見えますけれども、本当に雲が見えるぐらい明るくて、星がね、見えないという空なんですよ。で、本当に星が見たい方は午前4時に起きると綺麗に見えるんで、おすすめです。あと、本当にこう、この世界に僕だけしかいないっていう感覚になれるんですよ。外に出ると。車もあまり走ってないし、歩いてる人は全然いないんですよ。 それに電車も走ってないしあとはそういったまあ生活雑音もないですしね本当にすっごい静かで気持ちいい散歩ができると思いますなので散歩好きな方とかねあるいはなかなか運動することがない方はちょっと早く起きてお散歩してみるのもいいかなと思います、まあ、そのついでにねコンビニとかで何かしらのドリンクとか買ってみるといいかなとは思いますけれども というわけで、えー、今回のテーマの午前4時の空でした。ではですね、テーマ終わりました。ただ、まだ時間がね、こう5分も経ってないという状態ですから、まあもう一個ね、付け足していこうかなと思います。えー、最近僕、Wii U 買いました。はい。まあもちろんこれ12月に発売されるスマブラ対策なんですけど、まあそれまでにね、バイオハザードとか、マリオカートとか、あるいは 前作のスマブラとかをやっていきたいなと思っています。まあもちろんバイオハザードはね、まだ体験版でしかプレイしてないので、その先をどうしようかというところはちょっと悩みどころですけれども、えー、そこはですね、皆さん、皆さんがやってほしいのであればやっていこうかなと思います。まあ、コメントをくださればね、僕はそれに応えようと思っていますので、ぜひどんどんコメントは寄せていただきたいなと思っております。はい。 という w e i u のお話でした。<laughs> はい。簡単ですけどね。えー、あとはですね、えー、そうコメント、そうコメントですよ。えー、コメントはですね、えー、僕本当にいつもチェックしてまして、コメント、あるいはパズドラやってくださいとか、つむつむとこういった、ここがわかりませんとか、言ってくれれば、僕それにできるだけ、本当にできるだけ答えようとしているので、本当にリクエストがあれば、 どんどん書いてください。どのコメント、どの動画でもいいです。どの動画でもいいです。ティンカーベルのつむつむプレイのコメントにパズドラやってくださいとか書いていただいても構いません。キャンペーン。そう、キャンペーンですよ。皆さんお待ちかねだと思いますけれども、えー、皆さんお待ちかねだとは思いますけれども、えー、キャンペーンはですね、次回、えー、100万再生回数、 チャンネル登録者数2000人。5000人かな。ちょっとそこはね、アメブロで確認していただきたいなと思いますけれども、あとは、ま、500回動画投稿とか、そういった節目でね、やっていきたいなと思います。なので、え、一番近いのだと、そうですね。ま、再生回数が一番近いかな。100万再生回数。 ただ、これもね、皆さんが共有してくださったりとか、あるいは Twitter、アメブロその他のね、SNS で拡散をしていただけると、より早くそれが行うことができます。ので、ぜひですね、僕もキャンペーンをやって皆さんに恩返しをしていきたいので、えー、そういった共有、拡散にご協力よろしくお願いします。今回は短くしたいなと思います。それではまた別の動画で、 お会いしましまょう。バイバイ最後までご視聴いただきありがとうございます。だけどそこのあなた、チャンネル登録お済きですか最新の動画を見逃さないためにも、ここに表示されているようなチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ